静岡県熱海市で発生した大規模な土石流で、熱海市は新たに2人の死亡を確認しました。死者は9人になり、残る安否不明者は22人となっています。今日現場を視察した赤羽国土交通大臣は、盛り土の規模が計画を超えていたと指摘し、谷などを埋める盛り土の安全を確保するため、国として規制の在り方を検討する意向を示しました。